阪神ファン、橋本工場にゃん。ライデル、こんにちは。阪神ファン、てん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 。中日の9回、最終マウンドに登板した橋本。しかし、ランナーを2人背負ったことで、降板となった。そして、9回のマウンドに降臨したのは、我らがライデル・マルティネスだ。中日側がピンチで、セーブシチュエーションとなったので、ブルペンから登場した。ライデル、こんにちは、おバカさんたち。ピンチだから、セーブシチュエーションなんよ。ライデルを出すために仕事をした橋本さん。立浪、すべては英字のシナリオ通りだ。ライデルが3連投してるのが怖い。だけれど、しっかり抑えてくれたね、さすがは守護神や。4球で帰宅するのくっそ面白い。ライデル、俺の仕事、これだけ？なんか、もっと投げたそうな顔してたな。今日のライデルは、しっかり無双モードでした。そりゃ12球団、ナンバーワン守護神って言われるわ。マジで今日は打てる気せん？俺の黎明は絶望なんよ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。